はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラクエビルダーズ2パート21やっていきたいと思います。街中をですね、少し作りました。自分の部屋というか、まあ質素ではあるんですけれども、まあ、自分の作業部屋と、寝るところを、作りましたと。で、炉が1個だから、減ってますね。で、ここは変わらずで、後ろにね、トイレを作ってます。で、トイレは木のトイレがね、1個あったんで、ちょっと肥やしを回収しつつで、ここ1つだけのだと足りなそうなんで、一応ね、後ろの方にも壺トイレを作ってあります。あんまりこっちは活用されてないね。で、あとね、食料がどうしても少ないんだよね。畑を耕してるわけではないので、ちょっとサボテンを回収して、サボテン果肉から、まあ、サボテンフルーツでも作ってもらおうかなということで、まあ、一応キノコもあるし、まあ、これでやっていこうと思います。あと生肉かも入れてありますと。で、そうすると、で、線路か、あと線路は362本用意してあるんで、これをもう敷いていきましょう今回は。で、東側のところから出てくると言ってるんで、まずは線路を開通させる。これでいこう。こっからね、はいはいはい。で、置く。じゃあ右側に流れていきますか、まずは。で、こう来るでしょ。タタ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 と、で、タタ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 タと来て、ここら辺は、あれ、ここって最初のところじゃん。大丈夫なやつ。あれ、どっから開通しろって言ってた。これ印があるやつだよね。だから、あと、ここか、ここか、ここを開通しろと言ってんのか。ここら辺に線路を置けません。あ、こうね。で、こう来て、あ、ここもか。一応ここも欲しいとこ。で、こうの、こう。で、こう、こう、こう。で、ぐにゃっと来て、こう。で、こうの、こうでしょ。で、こう来て、ここでレールが途切れちゃってんのか。さて、どうやってつなげるか。どこからどうつながってる。こうか。ここをつなげるのがちょっと厄介なんだね。段差を少し大きくしないといけない。これって破壊できるんだっけ。そうだね、ここら辺ちょっと見通しを良くしよう。一回分かんないからな。はい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 。だから高さを合わせよう。まあ例によってもうこれでいきます。ほい、ほい、ちょっと待って。はい、で、ちょっと待って、このままいっちゃおう。もう下がどうとかって気にしない。ドン。で、このまま進んでいく。ドン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 。邪魔となるものは排除する。で、トンドンドン。立って、で、トンドン。待ってね。なるほど、こうなるわけか。はい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 。ってことは、ここのレールを一つこうつなげるか。2本走らせよう。で、ここは斜めに置く。で、レールをこうでしょ。で、ここもこう、こうでしょ。からの、こう。で、ここもこう。なんだ、どうなってんだ。ちょっと待って。難しい。
ってんのがいけないの。で、こう。あ、で、つながった。つながった、つながった。あと、こう、連結させれば OK ね。だから、ここもこう。で、これ、一回、くにゃっとやって、くにゃっとやって、つなげていこう。はい、OK。線路の片方はこうでつなぎ終わった。よし。結構早かったな。ここさえ設置しちゃえばなんとかなるね。で、こうか。ほいっと。で、こう来て、こう来て、こう来て、ここはつながってない。で、こう来て、こう。よし、OK。2本の線路が全部上とつながった。よし。坑道も修理できたし、復旧も完了。金はなかった。いや、銀もなかったよ。坑道はまだまだ広くて深い。金がな、もっともっとまだまだ奥。神殿や聖堂ってやつも早く見たい。あ、線路が2本あればあれか、行きのトロッコと帰りのトロッコで乗ってこれるわけね。じゃあ行こう。今回はこれでいこう。ギュイーン。あ、これあっちまで行くんだ。はい、 OK です。とじゃあ、あれ、ここで達成が出んの、よくわかんねえ。あ、なるほど、ペロが気づくからってことね。ここが町の入り口なんだよね。みんなありがとう。採掘量も上がって賑わっていたところの鉱山街に近づくか。で、銀よ銀、今は、まあ、銀っていうか次金か。シルバーマンにはならないよね。荒くれさんたちのやる気も上がる。テンションもうなぎ登り。なったこいつら。取れているのは銅と鉄、そして石炭、金や銀はさらに奥。金や銀以外にも地下坑道には未知のお宝や建物がまだまだある。これからも探検してみてくれ。で、こっち。ひとまず俺のお願い2つとも終わった。本当によかった。残された金も見つかるはず。いつかゴールドマンに戻れる。とにかく地下にはまだまだ面白いものがありそうだと。目指せゴールドラッシュ。一旦コンプリートか。バーの完成に行動の復旧、条件は満たした。バー一回破壊しちゃったんだよね。うまく直せたかどうか分かんないんだけど、間違えてさ、あの魔法の爆弾置いちゃったんだよ。そしたらね、ドカーッと一気にね破壊された。早速バニーになるわ。マジか。何かが足りない。バニーにはなれない。準備ができたらまた呼んでね。バニー服を着てみたい。バニー服がないんじゃん、そもそも。ついに行動が復旧できた。鉱石の上がりもバシバシ増える。ペロがバニーになる日も近い。ペロバニーもうすぐ。またおめえかよ。俺体でかい。街を歩き回ると迷惑かかる。じっとしてる。バニーになるために足りないものってなんだ。足りないもの、一つだけ心当たりがないこともない。筋力だ。まだまだ筋力が足りねえんだ。違う、筋トレ部屋、ダンベル、ツルハシ飾り、壁掛けタオル、荒くれチーム、2つずつか。豪華な部屋、部屋は豪華さを星1にしてくれ。部屋の中にランタンでも置くといいぜ。そうなんだ。へえ。ちょっと一回これ鳴らそう。チャリーンと。98か。まだまだ先は長いな。
ていうかね、部屋をね作るもうスペースがないんだよね。ここも作っちゃったし、じゃあこっちの方に作りますか。豪華な部屋ってなんだ、どう、鉄で作る、鉄のインゴットで鉄部屋、まあ、3個くらい、あっ違う違う、ここに入れるやつだ、くべるやつだ、まあいいや、3個ずつくべよう、それが一番効率がいい。であっちはどうくべよう、まあ、このくらいがね時間的に余裕があるんだよね。じゃあしょうがない、アラクレヤドヤのここ一回はできたら破壊して、待ってね、街の間的にはこの支柱出るとね外なんだよね、まだか、ここ外か、でここまでだ、一応この黒いやつが目印だね、あ黒いやつだな、ちょっと黒いやつまでと考えよう。じゃあそうそう、これ一回破壊してここにジムを建てよう、アラクレヤドヤから近いところ、トイレに駆け込んでいったあいつで5個、よし、インゴットはねもう上がりでね結構もらえるわ、こっちから来るからな敵は、で大した数はいないんだよね、てかもうレベル14になるじゃんやった早い、レベル14、また一緒に強くなれた、必殺技、考えてても仕方ない、思いつくままやってみよう、使いづらそう、名前は何にする、イカミックスとシドウのスペシャルファイティングコンビネーションアタック、いい名前だなってなんだそりゃ、超呼びづらいんだけど、L1 と丸を同時、はいはいはい、途中は話しかけられた、あと毛皮の使い道もねちょっといまいち分かんないんだよね、で枯れ草はね少ない、線路300本も必要なかったなこれではではではどうしようか、トイレは並んでんのかこれ、あそういうわけではない、ここなんだよね問題、本当に問題、このさキノコがさ自動栽培になってくれてるのかどうかがよくわかんない、あれなんでここにさステーキ置いてあるのまあいいか、よし回収しよう、てかもういいか回収しよう、はいいらないっす、待ってね、これ一回壊そう、もう今のところ大丈夫、あの釜一つでやってんな、まだで、で壁がさ豪華さに関係あるんだったらちょっといい壁にしたいんだけど、関係ないんだったらこの999個って1000何個ある、これを消費したいんだよね、ちょっと一回壊そう、ここを整地しよう、だからここてかさモンスター襲撃地点から外に出れないんだけど、まあいいや、ちょここも埋めとく、で部屋の大きさ的にはこんなもんで行くしかないよね、でこう筋トレ部屋、扉が意外に必要になるな、一マスの扉がないんだよねこのマップ、あとランタンつけろって言ってたよね、これ2つで紐がもうない、これも2つ、
あ、これ手に入れたんだ。で、壁掛けタオル。あ、草がねえな、草が。ちょっと先にこれ置いとくか。超小さい空き部屋。筋トレなんてお前らそれで十分だ。で、ランタン、ランタン、ランタン。ランタンって持ってなかったっけ？持ってないか。あ、上がりの時間だ。プリーズ。本日の報告会。銅18、鉄31、石炭85。大量じゃ。そんなことより草が欲しいよ、今は。サボテンもな。上の方枯れないんだけど。肉。肉は重要。これもだって関係ない草だからね。紐、あ、紐だった。あ、これ紐になるのか。あ、紐これでかなり手に入んな。あれなんだっけ、足りないの。これだっけ、草。枯れ草、あれなんだっけ、なんか忘れちゃった。すげえ敵がいっぱいいるの。夜になってきたからか。よいしょ。なんか敵が来てんだ、なんだ敵が来てんだけど。ちょっと待って、お前なんだよ。ルール違反だぞそれは。あ、臭いと、そう、臭いとがどこにあるのか分かんねえんだよな。臭いと、臭いと、やっぱりあっちの方から行くか。基本的に今モンスターは寝てるから、ちょっとそのままスルーしていこう。寝てないやつもいるけど。臭いとをどこから回収してくるか。これ違うよね、枯れ草だろ。枯れ草もまあまあ必要になるからな。サボテン、ちょっとね、サボテンはね、やっぱり回収しときたい。ドン。今これが主食だからね。たまにサボテンの羽、種が出てくるな。ここら辺も一応回収しとこう。サボテンフルーツ。あれ、あの木破壊するとどうなる？木材か。なんかここすげえとこに出てきたんだけど。うお、めっちゃ木材だ。めっちゃ木材なんだけど、枯れ草じゃないんで。俺が欲しいのは紐でもない。ここら辺は、いや、薬の葉とか、まあまあまあ嬉しいは嬉しいけど。あれ、臭いとってどこだ。あ、出てきた出てきた。これ花みてえなのかあると出てくるな。あ、溜まってきた溜まってきた。よし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 。あ、いいねいいねいいね。てか指導積極的に臭いとを回収してくれるんだ。すげえありがたい。花ってほっとけば復活する。あ、いいね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 。あ、いっぱいあるいっぱいある。よし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 。オッケーオッケーオッケー。こんだけあれば十分でしょう。帰ろう拠点に。ここはオアシスみたいな感じだったね、砂漠の。さて、それではを2つだっけ。でまずはだからダンベルを適当にポイッと投げ捨てておいて、で、あとはこれが2つ。まあちょっと全部取り出しちゃうけど、壁掛けタオルは一番こう
ダンベルのところに置いとこう。このスコップなんてさ、なんでいるの？で、ここ。で、ここ。超小さい荒くれジム。あれ？できたね、別に。ランタン必要なかったけど。ランタンここに置いとこう。真ん中に。はい。豪華さ。ちょっと待って、戦闘が始まってる。お前俺のとこでねんじゃねえよ、邪魔だよじゃねえ。待って待って、ここは俺の。ざけんな、寝る。俺のプレートかけといた方がいいかな、そういうのある。そうすると他の人は入ってこないみたいな。豪華なベッド、豪華ではないけどね、普通のベッドだから頑張って作ってんだ。あ、これビックリマークついてるってことはまだあの豪華さが足りねえんだ。名前の壁掛け、これ一個取ろう。はい、でこれはじゃあちょっと見づらいけどここに置いとこう。はい、ちょっと待って、上に置きたいよね、上に。こうのこう、はい、いや俺の部屋にする。よし、これで入ってこないだろさすがに誰も。で、アナクリちゃんのところがだ、豪華さが足りないのよ、豪華さが。窓ちょっと作ってみる。なんかさ、そのこう密集地帯でさやるのってなんか汗臭いよね窓で換気できるようにしよう。窓はね、なんか作った気がするんだけどな、なかったっけ。これは違う、綺麗な窓がいい。持ってないか、まあ1個で5個作れるからね。シャ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 っと。さて獅童君もここで頑張ってんね。じゃあ上だな、上のところをちょっと変えよう。はいはい、ここちょっと窓に変えてみよう。これ1、2、3、4、5、これどうですか、豪華さが。多分豪華さ1マス必要なんだよね。これちょっと邪魔。待って待って待って、ランタンを置けばいいってもんでもないからな、難しいな。部屋が小さいからなんか豪華なもの置けないんだよね。いやめんどくせえ、ランタンにしよう。ランタン3つぐらい投入しよう。それでいいかって言われたらちょっと分かんないけど、もう1個ランタン置きます。ランタン2つ。じゃあここ、豪華さが上がった。待って待って、じゃあここ。よし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 、オッケー。まあ、はっちり言ったら出られないんだけど。はい、こう。はい。めんどくせえやつだな。オッケー。部屋には豪華さっていうもんがある。なるほど。豪華さの話はこれくらい。筋トレ部屋ができた。たくさん筋肉を作る。だから早くバニーになってくれ。筋肉じゃないわ。よく考えてみて。汚いものを見るような目。そりゃそうなるよ。さてじゃあ次の依頼は？あ、こいつか。全然影の薄いセルジさん。うん、今こいつ誰だっけって思った。筋肉心は分かっても乙女心はまるで分からない。ペルさんが欲しいのはズバリ着替えができる個人部屋。うん、こんな筋肉だらけの野外で着替えなんてできますか。あなたは設計図が描けると聞きました。僕が考える個人の設計図を描いてください。え、ちょっと待って待って待って、グラジオラスってさ、
さっき買ったよね俺借りまくった気がするんだけど、ただもう場所は分かってるからね。ペロの個室の設計図、あこれ自分で敷くやつだっけ。名前の壁掛けをつけてペロさんの名前を書いてあげてくださいと。ドレッサー、見た目のカスタマイズ、装備の強さは変わりません。とじゃあここに敷くか。大きさ的には壁はもうちょっとこれでいい気がするんだよね。で、ん？ちょっと待って、一回もう敷いてみよう。で、そうか、砂壁の壁とか結構要求されてんな。だから俺の部屋をこう砂壁にすればいいんだ。間違えた。壊そう。ここの列を壊そう。俺の部屋が壊れていくが仕方がない。よし、ちょっと砂壁、砂壁だったよね。どれだ、壁が多すぎて分かんねえんだけど。あこれか。え、33個しかないよ。何個必要って書いてあった。ちょっと設計図1回外したい。設計図絶対外すんだっけ。外せるよね、これだ。はい、でこの設計図を要はここに来るように、待ってね、ここに来るように置く。はい、でちょっと待って、じゃあ外壁から行こう。1マス外壁でいきます。2マス使っちゃったけど、ここはちょっと2マス使う。あ俺の部屋があるからここは2マスしとかないと。モンスター襲撃はちょっとめんどくせえな。なんて空き部屋になってんの。俺の部屋だよここ。砂がないな。砂が、砂はどっからパクってくる。こっからまくってこよう。お前ら荒くれ部屋なんてさ、もったいない。ちょっと壁を取り壊させてもらうよ。いつものいつもの泥壁にしてもらう。こんな贅沢をしよって荒くれの物材で。壊れちゃった、これも。よし、これで調達はできたな。では荒くれ用のこれ、はい、これもちょっと来てるから。いけない。で中から行かないと締め出しを食ってしまうからな。トイレはもう大丈夫でしょ。よし、超小さいトイレ。で、OK。で、ここに藁を2つ敷いて。あ、なんてここも筋トレ部屋になってるよね。筋トレ部屋なんて、ああそこが、はいはい、 OK、 これで筋トレ部屋完成。よし、荒くれジム、あれね、豪華さが減ってんね。まあいいや、どうでもいいよ荒くれジムの豪華さなんて。さてじゃあこれを調達してきたんで、また外壁を作りますか。扉は？扉はいつもの？木の扉か。木の扉。ちょっ
っと待ってね。あと必要なもこれもいらない。ロモンちょっと一回置いとこう。そこら辺も一回置いとく。ランタン1個で、ベッドも1個で、これも1個、これも1個で、これも1個もう材料見ずに作っていかね。ついたても1個かで、これか、植木鉢に花を持ってこいって言ってたね。名前かけ。よし、オッケー。じゃあ花は最後に持ってくるか。ちょっと待って、ここ俺の部屋になってる？ミカミックスの部屋。よし、大丈夫だ。では扉を閉めさせてもらいます。場所違くね。ここからの、ランタンの置き場は、ランタンなんか上に乗ってんな。テーブルから入れるか。テーブルここで、椅子がここ、ドレッサーが、ちょっと待って待って、ドレッサー、くそ、ドレッサーここ、植木鉢、ついたて、いきなりついたてがあるのか。あ、なるほどね。で、ランタンをここに置いて、ベッドを、ちょ待って、これきついぞ、マジできつい。侵入経路が半端ないな。ちょっと待って、あいつも破壊活動が、指導と分散しなきゃいけない。いや、これちょっとあれがよろしくないな。経路が上から行けるように、もうわけわかんないけど階段作っとこう。石の階段、よし、これここに階段を置く。こうの、こうのこう、ちょっと腹減りすぎた。ステーキ、まあ、30% だけどね。なんかこのあれが変だな。あ、今何取った。だからこれ壊して、ちょっと待ってね、これ2つ壊しちゃおう。だここにこれレイドって、これ置いて、でこの上に階段置かなきゃいけないんだよ。こうで、こっから行ける。よし、早い早い早い、いいね、悪くない、悪くないっていうか変だけど、現実的には変だけど、あんなとこになんであんのっていう。で、ベッドで、名前は最後で、グラジオラス。よし、さて、じゃ調達に行くか。もう持ってこいって言ってたよね。確かにあれ切りさばいたらなんか変な風になっちゃった感じ、ね、あ、あそこにある。スタミナを回復させて 1.5 倍までは行ってないけど 1.34 倍にはなってるかな、スタミナ初期値から比べて。おお、あるね、あるね、あるね。よし、ではこれ持ってこう。はい、ワープで帰ろう。さあ、そこからこれを一輪刺して、で最後にプレートはどこ？ここか、上ね。ちょっと待って、お前の部屋を作ってるところだからもうちょいお待ちください。ペロの個室の設計図が完成した。で、これちょっとペロちゃんにしなきゃいけない。小さい可愛い個室、バーもコードも復旧、これでアラクレードももっと働く。お、もっと働くのルルがいたら怒鳴りつけて今以上に働かせる。
なんだろう、核で、ここペロ、ペロの部屋完成。よし、どうだ。おお、僕がお願いした通りのペロさんの個室ができた。これで本当に大丈夫なんだな。間違えたら承知しねえぞ。私の個室、これなら万人服に着替えられる。ほら、ご覧なさい、僕の言った通りでしょう。約束通り万人になってあげる。あの着替え部屋を見てみんな来たぞ。なんだこいつら、変態じゃねえか。僕はここに来て腹が決まりました。教団を抜けてあなたにはビルダーになります。そしてバニー服をたくさんビルドするんだ。こいつら引かれてんな。ちょ、見えねえし。どうかしら。うひょー、すげえ。僕はうひゃーって、こりゃ破壊なんて言ってる場合じゃねえ。わしら全員ハーゴン教団を抜ける。わしらもビルダーになるぞ。間に合ってますね。ペロペロとか。こいつは変態すぎだろ。はい、でも耳がちょっとでかすぎるな。もうちょっと小さくていいな、耳は。おお、それがバニーか。なかなか強そうだな。頭のその角もかっこいいじゃないか。ゴールドも指導もありがとう。みんなのバーのバニーになって嬉しい。全員の焼き上がった。単純なやつらだ。ただ気持ちはわかる。痛いほどよくわかる。この気配はなんだ、敵か。待って、銅の剣さ、装備さ、ここで装備させるのが一番早いな。銅の次取り出す。2本、持ってないやつ、こいつは持ってんな。こいつ素で、あ、持ってる。こいつそもそも茨の剣だし。はい、はい、指導も大丈夫。てか指導の装備変えたいんだよね、本当に。こいつ戦わないんだよね、この。あれ、ミルズ、あ、持ってるよ、もともと持ってるわ。銅の剣で、こいつも持ってってるよね。大丈夫。え、大丈夫じゃねえ。持って、ああ、持ってた持ってた。じゃあ大丈夫かな。よし、行こう。たくさんの魔物が迫ってる、うん、バーが狙いかゴールドが狙いかは分からない。ハーゴン教団の連中かも。うん、 OK。 超戦いづらいけど俺も一緒に戦う。いや、どこで戦うのお前。まず街の外に出なきゃいけないから。侵入はさせない。ほら行くぜ。ほら、破壊されてる。いや、ゴーレムお前あんまり暴れんなよ。ものづくりをやめるのだ。はい、すでにゴーレムすでに味方が多いから楽だな。よし、ためよう、例によって。はい、よし、先手でこれが受ければでかいんだよ。というかみんなの攻撃を食らってるから結構痛いな。約束というか、バニーちゃん結構乗ってる。溜めて、はい、必殺。うわ、強っ。マジ強い。とか来たやつ終わりだ。あ、ちょっとやばいね、防御力弱そうだからな。まあ荒くれも防御力弱そうだけど。あ、レベルアップした。あんまり経験値入ってないなって思ったら一周してレベルアップしてたのか。うん、イエーイ。鉄の剣、お、いいね。
ていうか指導、指導の武器はマジで強敵とか倒さないといけないのかな。攻めてきたのは教団の連中、教団に潜いて物を作っている。本格的にやり合うことになる。俺の体や行動を鉱石に石にしたのは総督メドーサボールか。いや石化なんだよね。金でゴールドマンに戻ってメドーサボール倒す必要がある。大変だぞ。新しい鉱石を見つけた。これなんだ、銀。シルバーマンになれる。きっとゴールドマンも戻れる、うん、ゴールドマンに戻れる日も近い。よし銀を集めよう。銀は欲しい。あ、この島にビルダーが来るとはな。いかがする。この程度ではメドーサボール様も自らの意思で地上に出ることはないでしょう。今は潰す時ではない。小さな町より大きく発展した町の方が破壊のしがいがあるというもの。悪魔神官かこれ。黙って見ているのもつまらん。定期的に魔物を送って様子を見るとしよう。哀れな人間はせいぜい想像の時を楽しむがよい。俺の目標ゴールドマンに戻ること。まず銀でシルバーマンにしてくれ。銀はいくつ必要。3000個。異常だ。さっきの1個あるから銀はあと2999個。簡単に言うけど精神的苦痛がでけえ。ああなるほど。ゴージャスなプール。ステージも作って隣にバーがあっても素敵かもしれない。プールのそばで飲み物を飲めるゴージャスプール。やる気も出そうだ。ほてった筋肉も冷ませそう。ここにはもう新しい建物を作る土地がない。え、あっちの方、あの山をぶっ壊して新しい土地を作る。ゴージャスプールも作れる。げこいつら。土地ができた。町の敷地が広がった。これで新しい建物を作れそう。ゴージャスプールの設計図を書いて。でけ。いやガチででかいぞこれ。どんだけ必要なんだよ。いやただ水を流し込む感じだからね。アイアンの壁と銀タイル、はしご、金のかがり火って、だってゴールドが必要じゃん。ブラックライト、シェイカー、ま、銀、銀だ。常夏ドリンクってどうやって作るんだ。ポーカー、パラソル、小さな噴水。ちょっとこれ多分次のビルドレベルだな。やる気も上がる。よし掘っていこう。目指せゴールドラッシュ。その2、ゴージャスなプールを作るべし。ものすごいプールがあれば荒くれのものん、ものすごくやる気が上がる。プール作りを進めてやる気を出して、金や銀も取っていこうと。ハッスルダンス。まあ俺はそんなのに興味はない。私がハッスルダンスを踊る。素敵なダンスステージもある。またゴージャスプールが完成してないし、いくつか必要なものがある。またこの流れか。コウさんとハッスルダンスとどっちが大事なの。銀を手に入れてこいと。銀を5個。銀の鉱脈が残ってのカチコチの岩の壁の向こう、とても壊せない。俺に任せろ。ちょっと待って、どう、まずパクってこよう。はい、カチコチの岩の壁壊す。それ俺の出番。行動進むの自信ない。お前俺に乗れ。カチコチの岩までパンチで壊す。壁まで行くぞ。道案内は銀を見つけたこいつに任せるぞ。
ゴルドンに乗って道案内のアレクレについていく。ゴルドンに乗ってみよう。マジで乗んの。R1 で乗ることができる。近くで破壊力抜群のパンチを繰り出すことができる。その前にちょっとこれを回収したい。137、あと93か。それなりだな。その前にちょっと寝たいよね。あ、来た来た来た。報告会。銅22、鉄28、石炭76。なんか減ってんな。お前らやる気なくなってんじゃねえか。 R1 で乗る。乗る。お、すげえ。おお、しかもなんか音楽付きだし。はあはあはあ、なるほどね。ちょっと、あ、一回降りる。お腹が減ってる。お腹が、間違えた間違えた。ちょっとお前こっち、これ食んの。ステーキをちょっと6個もらってきます。あ、でその代わり生肉を中にしまおう。はい、どうぞ。で食べる食べる。で食べて 100% にしておこう。で夜になったら寝て、次の日にこう、ちょっと入ってくる。入ってきた。よし、じゃあ夜になったんで寝ましょう。ここでやるか。というわけで、じゃあ次回は銀を探しにまた坑道の中へ潜っていきたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。